さて、でもね、宗教団体って基本なんだかんだ理由つけて本当は暇やから、すぐにでも集まろうと思って集まれるねんけどね連中のことね。だけどね、そのまた会議するでしょうけど、連中近いしその辺でね。だけどそのはっきり言って仏教やったらしこり解決できるんでしょって言われた時に、つまり解脱っていうのはしこりの解決のことだという説はあるけど、本当はね、うちから脱出すること、マリコ地球から脱出すること、そして取り戻すうちから出ていくことみたいな、これは解脱言うんですよ実は。で、楽になったでしょ。で、まあしこりを解決するっていうね、ずっと定義があったから、それができないのは仏教ではない、これ言われたらやばいと。本当はうちから脱出することが脱出って言うけど、でもそんなんね、他の宗派を知ってんねん。なぜか日蓮宗系だけ知らんねん、そのことを。全く他の宗派と別の宗教やねん実は。日蓮宗って仏教ちゃうねん実は、あれほんまやで。まあそういう基本知識まず頭に叩き込んで叩き込んでもいいけど入れといてくださいね。叩き込むっていうか、もう覚えろ覚えろ覚えろってやらなきゃ、叩き込まれるっていうのは嫌やろ、あの単語そんなにいらんやろってしかもやられてる立場で感じさせるな感じさせる感じますか、やっぱり違う違うだからつまりだがしかしちゃうねだがしかしやろポロンポロンポロン遠くで指摘を浴びながらってマジっすマジっす遠くで指摘を浴びながらバリバリ伝説さて何の話かまた忘れちゃったどうもキメが荒いねって、キメが荒いじゃないでしょやめろ何も塗ってへんって、もともとそれでもこの肌を誇るのはホルモンバランスがええから、なぜか謎の理由でホルモンバランスが全部揃ってるから、謎の理由でだから51歳女の割に何もつけてへん、ね、時々剃り忘れるだけ剃り忘れるって言ってワセリンがちょっと含まれてたよね。あ、それ塗ったりするよ、ワセリンは、ね、それはちょっと化粧品じゃないからね、まあ、ワセリンって機材ですけどね何機材言ってんだよってやめてよ、そんな浅草のりしんどいやろ、いちいち浅草のりっていうとこからやめとくねセルモもなんか亡くなる前なんか海苔をめっちゃ食べたみたいやからなんか思い詰めてたんかもしれんよとしたらうち海産物いっぱいありますからねで魚焼くときに海苔を下にして焼いたりするけど、その海苔もどうも食べたみたいで、しかも相当食べたみたいね。はぁ、ハーブ焼きの一種でね、下に葉っぱ置いたりして焼いてんね、魚。うちはね。失敗しました。もう海苔とか使わんとこうと思ってね。で、多少はちょっとやってるけどね、ほんのちょっとやったら。そうやったら、キャットフードもね、ほんのちょっと入ってるんですけどね。で、その海藻を言うともね、その、お腹の、まあ、海苔食べる猫って私は聞いたことあるけどね、うちは初めてお目にかかった。違う。初代アンがちょっと食べてたかな。そやけど、うちそんなんめっちゃね、セーブする方やからね。で、ただ、
のりがね、あの猫の胃に張り付くし、そのマグネシウムが多いでしょ、海藻は。だけどね、魚の内臓にはね、その海藻いっぱい入ってるから、それを大いに猫は食べてはんねん。いっぺん魚に分解してもらって、それを美味しく食べてはんねん、猫は。ね。また何の話か分からん。結局その、例えばその、仏教はしこりを解決できるんでしょって言われたら、もう終わりじゃないですかって。こんな時期になって全然しこり解決できてないじゃないですか、創価学会はって。本当にこれ宗教なんですか？それ仏教は絶対しこり解決でしょって。上層部に割としたし、ね、女性部の幹部が言ったりしたら、それより上に上層部取るから、こうね。で、そんなことよりも、女取られるじゃないかって。私も女ですけど。その女性のね、幹部、婦人部の幹部を言っても、何言ってんだよって、なんかもう、そう、しこりを解決できなかったら、その教団として終わりでしょ、教団って言ってないけど、あえて教団という言い方してみた。だって、その本質一緒やもん、創価学会と教団は。学会と教団はちゃうけど、学会でそういう意味ちゃうし、もともとね。そうか、学会教団ですよ。学会違いますよ、あれは。ね。だから、でも、そんなことで、女取られたらダメだから、と思って、その表現なんとかなりませんか？まるで脚本みたいやろ。このままいいよな、あいつら。ね、なんだ、女取られちゃう、女取られちゃうとかな、あなたの女じゃないでしょって。いや、もう女取られたら終わりだって。はぁって。だから違うって言ってるでしょって。もう取られないんだなって。いや、あなたの女じゃないから大丈夫って言ってるんですよって。ってなんねん。わけわからんでしょ。絶対表意やねん、なんかのそんなんって。はべらせてた気分だったんですかって言った時に、はっ。で、婦人部の幹部は、急に口を閉ざす。でも誰のことを言ってるんだろう、一人や二人のことでしょ、ちょっかはべらせてたのかな、うん、そういう情報もあんまり行き交わへんねん。だから大集団やけど弱いな、こう。だけどそんなことよりもあれでしょって、その女性票のことでしょって、公明党の。それは気になるでしょうけど、それはしこりを分解するとはまた別の話だけど、公明党の問題は公明党の問題だし、それよりも今大事なのがそっちなら、そっちを議題にすればいいのに、なんで女取られる、女取られて何のことって、この方に及んでお気に入りが逃げ出したのかな。そんなことで私たち集められるの変ね。で、このモノローグも、まるでシナリオみたいやろ。この通りにモノローグしはんの。